種はなくね、死ね合いぬくねは、ゆっこいきくすねな、なやろあるぱくすねな、いっとねは、しらんぱかむい、えちえねぷんてね、ぱくのいたく、おんかみな。アイヌ民族の門別敦さん。7年前、会社員を辞めて、狩猟の世界に足を踏み入れました。門別さんは、仕留めた獲物を食料にしたり業者に売ったりして生計を立てています。この日仕留めたのはメスのエゾシカ。粗末に扱ったりしないから魂はちゃんとカムイモシで帰るんだよ。そしてまた俺んとこ来てね。やらいけれ。漁の後に欠かさず行っていること、自然の恵みを与えてくれたカムイへの祈りの儀式です。かつてアイヌは弓などを使ってクマやシカを仕留め、食料や交易品として生活の糧にしてきました。しかし明治に入ると同化政策により伝統的な狩猟が禁止に、生活の基盤と文化を失ったのです。それとしてはね、やっぱり伝統的な狩猟方法とかもやってみたいからさ、それやっぱりね、狩猟民族として悔しい部分があるからさ、うん。鹿の肉は自らの手で切り分け、倉庫で保存しています。これどこの部分なんですか？これは、あれ、後ろ足。もうカチンコチンだけどね。門別さんは妻と3人の子供の5人暮らし。鹿肉は食卓には欠かせない食料です。いい感じじゃない？すんげえ脂これが美味しいんだけどね。うん、たまらうまいたまらうまいけどね。いいんだから油いっぱい食え。うん、美味しい。家族で鹿肉を囲む門別さんの日常です。肉以外のクマや鹿の爪などはアクセサリーに加工して販売。命を無駄にしないというアイヌの教えです。感謝だし、まあいただいたものだからまたね、食わない部分は何かに形にして生かしてやれればいいのかなとも思ってるし、できるだけね、使えるところは使ってやってあげたいかな。他にも見せてくれたのは木や鹿の骨などで作った弓。今は漁で使うことを禁じられているアイヌの伝統的な道具です。打てるようになっとかないとね。もうそれができるようになった時に真っ先に俺が やりたい、うん、絶対やりたい狩猟民族として生きていきたい、そんな希望とは裏腹に差別に悩み、アイヌが嫌になった時期もありました。あの高校通ってたんだけどね、バス停で待ってたら知らない女子高生何人かいてね、それにあアイヌだキモとかってね、わざわざ聞こえるようなぐらいの声だよ。そういうの言ってったりするからさ、やっぱり高校生の頃っていうのはやっぱりねしかも女子から言われるっていうのはね、なかなかきついものがありますよね。小さい頃から見た目をからかわれることが多く、その反動から髪は明るく染め、マスクで顔を隠す時期もあったといいます。そんな中で始めた狩猟、家族からの応援もあり、少しずつアイヌ文化を誇りに思うようになりました。狩猟民族になりたいって自分だけが思ってたぐらいなもんで、でもね、やっぱりこうやって狩猟をやる人もいなくなって、
それに対するお祈りとかもねやんなくなっていて、まあ、踊りも大切なアイヌ文化だからね、自分だけができるんじゃなくてやっぱり次の世代にもね伝えていかないといけない。先月、門別さんはビラトリ町から遠く離れた沖縄に来ていました。目的はアイヌ文化の普及です。楽しみださんね、知ってもらえてね、お互いいい関係になればね、いいよね。ニヤコーコーカーニコロカイアン。門別さんたちが披露するのは沖縄民謡とコラボした新たなアイヌ舞踊です。こう挨拶して向き合います。向き合い、うん、向き合って1,2,3,4 演奏するのは沖縄民謡をベースとするバンドカチンバ。この土地で生まれ育った大城太郎さん、門別さんと同じように民族としての文化を取り戻したいと考えています。方言使うこと自体が野蛮とか、なんか沖縄の伝統的な三線やったりとか、その空手やること自体も野蛮なものみたいな感じ、僕なんか小学校の頃あったのでやりたかったけどできなかった。今年沖縄復帰50周年なんですよ。でもこの復帰っていうのは何に復帰したのかなみたいなところがあって、かつて沖縄は琉球王国と呼ばれ、伝統的な踊りや言語など独自の歴史と文化を築いてきました。大城さんたちはアイヌと同じように先住民族であると主張していますが、現状日本政府は認めていません。アイヌの人たちにエイサーを感じてもらって、沖縄の皆さんにはアイヌを見てもらって、どんだけ僕たちがつながってるんだよっていう、失われていくものに対して知的に感じてほしいなと。いよいよ南北遠く離れた2つの文化が融合します。やっぱり儀式 の、 結構なんていうんですかね、本当はコラボレーションできるような曲ではなかったのかもしれないけど、本当に自分たちが持ってる魂が響く音楽っていうのに出会うことでずしんってくるものを感じていると思うので、ぜひ皆さん自分の持ってる血を大事にしてほしいなと思います。狩猟をきっかけにアイヌ文化を残していこうと心に決めた門別さん、民族の伝統と誇りを胸にこの森で生きていく覚悟です。山とね付き合っていく中でなんか感じてくるものがいっぱいあるからさ、神にお返ししたいなっていう気持ちも生まれてくるし、アイヌ文化を、ね、知ってもらいたいっていうのもあるし、自分が伝承していけばやっぱり次の世代にもつながるしね、途絶えさせたらダメさやっぱりね、世代世代でやっぱり繋いでいかんとね。